あ、来たよ。食べたい、食べたいって。気を待ってる。はい。気を待ってるか。はい。おー、来たよ、来たよ、来たよ。めっちゃ近く来たよ。赤ちゃん食べるかな。果物の中ではスイカが一番好きな前田です。大丈夫か。僕4玉ぐらい一人で食べてる気がします。すごいね、4玉ということで、今日は山形のさくらんぼを、ファンの方からいただいたのね。ありがとうございます。いただきます。めっちゃうまいですね。いや、美味しいな。じゃあということで揚げていきましょう。あ、来たよ。食べたい、食べたいって。あ、好み。うん、あ、食べるんだ。ありますね。へえ、食べるんだ。まあどちらかといえば牧草みたいなね、はい、そういうの食べるイメージだけど、小豆の小豆の興味なし？小豆の匂いを嗅いだ。あ、食べるんだ。多分初めてなので。うん、初めてだよね。ここまでキャサリンすごいですね。うん。もう初めてでも行く。ただこの後ストッカーされないかはやや心配だけど、まあまあ。もう手遅れかもしれない。ほら、もうついてきてるもん。はい。キノコ食べる？結構でかいんですよ。ええー、飛んでった、飛んでった。どういうこと？下の方で落ち着いて食べてみちゃったんですよね。どうこれ。食べるんどっち？え？食べてる。食べてる。食べるんだ。まあ食べるよね。美味しいね。あ、いいね。なんか削り取って食べてるようにも見えるよね。やっぱ基本の果物の皮とかは、うん、でもあの薄い皮をさ、向こうっていう発想がなかったから、インコの中も皮を外すのかもしれない。なんか外してるように見える、うん、皮だけなんかね、ピローンってしてるよね、うん、あ、マモセット、あ、猿ね、いいじゃん、マモセット、あ、いい、まあまあ食べる、まあまあまあ猿は食べる。あ、違う、こっちが鶴だ、こっちが、それが鶴、こっちが鶴、うん、これが梅、あれが桜、なるほどね。あ、美味しい。あ、落とした。あれ、あ、そんなでもない。あ、食べるけどね。あ、でも後ろで掴んで必死に食べてる。あ、食べてる。はい、多分好きなのかな。食べはすると思うんですけど、うん、興味はあるみたいですけど、いけ、いいちゃん、こっちじゃないよ、こっちじゃないよ、こっちじゃん、ほら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 、ああ、ああ、あ、食べるわ。食べますね。へえー、あー、もう大丈夫です。まあまあ、うん、結構好きなんだね。意外だね。そうですね、うん、そんなにフルーツ食べるイメージじゃないけど、うん、でもフルーツは基本あげないので、まあモルモットは食べはするってことね。食べはします、うん、あ、あそこで顔出すかな、これやってみよう。あ、七夕ね、七夕のやつだ。あ、織姫と彦星、彦星のやつ、はい、あ、織姫がいない。誰か織姫、織姫が来ない。織姫が来ない。織姫が来た、織姫が来た、織姫が、はい、結局こっちから取るのか。はいはいはい、キャサリンも可愛いよ、キャサリンも可愛いよ、はい、食べてますね。ちょっとやってみようよ、両方、うん、ちなみに右がいちこくんね、はい、実習できてます。ということで、じゃあやってみよう。はい、どうぞ。食べない、食べない、食べないんだけど、まあモルモットも食べたから一筋の希望がちょっとあったんだけど、食べない、食べないね。気を待ってるよ、気を待ってる、はい、気を待ってるか、はい、美味しいね、食べないね。あ、どうなんですか、食べてるっぽい、食べてる、食べた、どうなん、食べた、食べてる、うん、ドーナツ食べんだ、え、食べた、え、誰、こっち、これクリーム、あ、でもちょっと食べた、あんま喧嘩しようから、喧嘩するかもね、食べました、食べたんだ、ドーナツは食べてる、食べた、いや、ハムハムしてる、え、吐き出しちゃった、食べる、吐き出しちゃった、
くある、たまに、うん、まあすごく人なんか寄ってはくるね、うん、はい、これは食べるでしょう。でも猿たちさくらんぼの時間どういう、絶対大好きだと思う、イエイ、はい、もう持ってて思った、あ、美味しい、あ、食べて食べて食べて、ワイドソフトタッチ2個持ってくれた、あ、いっぱい持ってた持ってたあれだよ、あ、いいねいいね、みんな好きだね、ふいふい、はいはい、あ、もっとくれもっとくれと、おおおお、ぶら下がって食べて、もっとくれっつってる、おお、どんどん食べる、もう食べたいんだねやっぱね、美味しいんだね、美味しいんだね、さくらんぼいただいたんで、さくらんぼ、ビーバーにあげてみます、食べるのかな、どう、あ、いた、ん、どう、ん、全部蹴散らしていこういらないって言うと、いらないって俺の手だないらないって、あ、やっぱこういうの食べるイメージじゃないよね、ビーバーがね踏んでる、いらないね食べる、いや、食べないね、今日かじるね、うん、はい、それじゃない、はい、じゃあ、普通の餌やる、はい、かわいい、はい、もうじゃあ帰ってもらえますか、うん、帰ってもらうか、またはい、はい、じゃあまたね、はい、お家帰ります、この餌大好きみたいで、家でゆっくり食べたいみたい、はい、これあげると帰ります、またね、テラス、はい、ゆっくり食べてね、はい、すいません、ありがとうございます、うまっ、めっちゃさくらんぼ好きなんですよね、あ、そうなんだ、さくらんぼ、いちごなし、やばい、あ、いっぱい送りつけてください、全部消費しますそうね、もう動物にどこまであげるかあれだけど、人間がね、食べる、はい、僕食べます、さくらんぼ大好き、はい、じゃあこれは若葉ね、はい、若葉、はい、若葉ちゃん、はい、若葉ちゃん、ヘリーだよ。違うって言ってんね。ああ、いつものくんくんはやってる。あ、くんくんはやってる？お、食べた？え？くんくんはやってる。食べた？え？ん？食べたね。あ、食べるの。お前は、うなずきながら食べてる。あ、ここあるよ。ほら、ほらほら。持ってる、もう触ってるよ、触ってる触ってる、あ、持ってった、あ、持っていく持っていく、あ、でも食べてるね、食べてるわ、ほらほら、もう一個あるよ、もう一個あるよ、あ、ここほらほら、もう一個あるよ、はい、食べたね、カフェも試してみたいとこだけどね、来た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 よ来たよ、はい、カフェ来た、若葉は普通のご飯食べたの、うん、はい、普通の人参、ああ持っていく来たよ、かわいい、手に触れてる、お、はい、うん、あ、でもこれは好みじゃないのかな、あ、違うんだ、あー食べないんだお、取った、匂いでクンクンした、クンクンした、あ、食べ、ん？ん？食べた？食べたね、お、いっぱい出てきた、いっぱい出てきたよ、おー、来たよ、めっちゃ近く来たよ、赤ちゃん食べるかな、あ、あ、あ、そっちまで来たの初めて見ました、あ、そう、へぇ、来るよ来るよ、お、来ない、あ、なんか持った、おぉ、ん、帰っていくいやちょっと楽しみにしてたらね、カフェがひたすらおねだりしてカフェがひたすらおねだりして、うん、お、赤ちゃん来るのか来ちゃう、帰った、あ、びっくりしたのかな、行っちゃうか、
入っちゃった。はい、じゃあ父ちゃんが帰りに食べまーす、うん、ここに残ったチェリーも最後にやってみようか。さっきちょっと食べたからね。取ったね、取ったね。あ、美味しい。あ、食べるね。チェリー結構みんな食べるんだね。かわいい。はいはい、おいでおいで。はい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 、ほら。ほらほらほら。かわいい。おいしい。あ、おいしい。はいはい。飛んできたね。飛んできたね。数に限りがあるんでね。でも数に限りがあるんで。え、食べれるかな。そう、はい。赤ちゃんも来た。おばちゃんも来たよ。おばちゃんも来たよ。おばちゃん食べる？食べない。あ、汁飲んでるね。赤ちゃんも来たね。おー、赤ちゃん、赤ちゃんかわいい。おー、赤ちゃんかわいい。あ、だだだだ、曇っちゃった。はい、でももうなくなっちゃったね。あ、そんなだったね。ね、はい、赤ちゃんです。かわいいじゃん、かちゃん。はいはいはい。はい、なくなっちゃった。なくなっちゃったね。はい、なくなっちゃった。おとなしいね、きなこ。今日どうしたの？はいはいはい、こっちおいで、こっち。きなこ、きなこ、ダメよ、ダメよ。待てよ、遅いよ、遅いよ。あ、すごい、きなこ、早い。はい、遅いね。お座りできる。おお、えらい。待てるよ。待て。はいはい。おおお、ま、お、ん？待てるよ。待て。はいはい。おおお、ま、お、ん？ん？微妙に早かったような気がしないではない。もう一個だけだよ。だけだよ。待て待て。やこ待て。はい、よし。おお、待てた。ちゃんと待てたね。この偉いところは、こう来ても指はいかないんだ。あ、行かないんだ。指は行かない。あ、行かないの。賢い。サツキちゃん興味あるみたいよ。メイちゃん。意外と一番怖いのがサツキで、サツキはもうがっつり指ごと行くんですよ。あ、そうなんだ。あ、待って待って待って、メイ待て、メイ待って待って、そうです。待てるの偉いね、でもね。よし。おお、待てるの偉いね。はい、お座りよ、お座り。待て。慎重派なので、あー、無駄だ。もっとめちゃくちゃの猿とか特になんか寄ってきてもうバクバク食べるかなと思ったら、まあ、いまいちではないですけど、まあ、初めてにしてはでも食べた方なんですよね。動物たちね、サクランボをあげるっていうのを聞いたことない、しっかりみんな食べるんだなっていうのが、まあ総合的に言うとみんな食べたに近いよね。食べないっていう子はとりあえずいなかったのかな。そうですね、うん、そこがすごい発見だなっていう、結論、結論。キャサリーはもうサクランボだろうが何だろうと関係なく全部食べるといつもの結果でした。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価とコメントください。他になんかサクランボ食べる動物がいればぜひ教えてください。この動物園でサクランボあげてました。あるかもね。あ、それはそういう情報あるかも。はい、はい、ありがとうございました。バイバーイ。